はい、こんにちは。あなたの思いをつなぐインフィニティアーティストなおです。今回はチューリップの連作をご紹介していきます。このチューリップは2019年4月にシンガポールの一人旅へ行った時に取材したチューリップになります。マリーナベイサンズ付近にありますフラワードームという建物の中にたくさんの世界中の植物を見ることができました。私が行った時にはちょうどチューリップの展示が開催されていました。それがこの時の写真になります。本当にたくさんのチューリップが咲いていました。小さな頃の夢の一つとしてお花屋さんになることがありましたので、お花に囲まれた空間の中に入れたことがとても幸せな体験となりました。チューリップ全般の花言葉には思いやりがあります。そして今回描いた作品の赤いチューリップ、そしてピンクのチューリップには、赤は愛の告白、ピンクは愛の芽生え、誠実な愛があります。この作品を飾っていただいたことで、その空間がたくさんの愛にあふれるような体験をしていただけると嬉しく思います。たくさんの愛が広がることを願って描きました。作品はレンタルが可能です。ご希望の方は概要欄をご覧ください。